はい、すいません。はい。来てるから。来てるから。読んだんでしょ。え？読んだんです。来てない。来てるから。今どっちから読んだかで言うとまあ同時ぐらいだね。なんすかそれ。数字あったから。うん。もうその感じだからもう結婚してるからそうもうやめようそういう男子校みたいなのに。まさかそっちから言われるとは。どうすんだっけこれ。そうですよね。ホビーハウス。お邪魔します。すごい。ちゃんとこれ設置してんだね。そうなんですよ。えらい。お邪魔します。すごい。めっちゃいい物件じゃん。めっちゃ広いんですよ、僕ん家。ねえ。すごくないですか、広い姉さん。住みます？住みたい。なんか、あれでしょ？ホビーハウスにお邪魔するということで。はい。え、すいません。持ってきまして。ぜひぜひこちら。え、お酒ですか。はい。え、ありがとうございます。そうです。やった。トミさんといえばトミシャンって感じだった。トミシャン。トミシャンいただけるってことですか。ワインとシャンパーニュをスポンツ持ってきました。姉さん、クリスタルじゃない。そうなんですよ。え、ちょっと僕からもいいですか、はい、ちょっと。ちなみにこれもおすすめです。白トリュフミックスナッツ。ご結婚おめでとうございます。え、ありがとうございます。そっかそっかそっかそうだわ。僕もお酒で買ってきました。え。嬉しい、え、ありがとうございます。なんかゴールドのに入ってるワインなんですけど。ワイン、はい、嬉しい。ちなみにジョージさんもハマってるらしいです。そうですよね、オーパス。え、めっちゃいいやつじゃん。いい。すぐ LINE しよう。ぜひ。トミーがくれたよって言ってお部屋から一緒に飲んでください。え、ありがとうございます。いただきました。え、じゃあこれ一緒に飲みますか、はい、そしたら全然今飲んでもいいですし、はい、後で飲んでもいいですし、はい、一応僕も別でシャンパン買いました。すごっ日本酒もあります。おお、すごい。ちょっとじゃあこれも飲みましょう。やったー、イエーイ。トミビデオということで今日はリサさんが来てくれました。すごい。ねえ、アートみたいになっちゃってる。家でこれ食べれるのすごいですよね。すごい。何このシステム。東京ってすごいとこ。東京すごいですよね、うん、え、リサさん相模原出身でしょ。そう、何もないところ。いやいや、相模原キャンパスあります、青学の。あ、そうだ、あるね、あるね。僕、3回行ったことあります。文化祭の時は行くんですよ。もっと来といてよ。町田の方がありますもんね。町田二郎っすよね。そう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 、二郎、ね、そう、割と近いん、地元が。ジョージどこなんですか、地元。練馬。あ、練馬なんですね、うん、なんか町田と練馬って、とんまな一緒ですよね。とんまな一緒だよね。ほぼ一緒ですね。あ、練馬なんですね、ジョージ。練馬のどの辺なんですか。全然知らない。知らない知らない。え、全然、だって実家があった場所とか行かなかった。でもなんか夜だったから分かんなかった。あ、場所分かんなかったです、蔵みたいな。二人はどこで会ったんですか、ジョージとジローは。え、シアトルじゃん。なんか長いこと言ったよね。まず年が違いますもんね。ジローは4個下、ジョージが2個下。僕、だって5個下ですよね。そう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 。じゃあジョージとジローはシアトルで会ってるんですね。多分そうだと思う。なんで会ったんですか。知らねー。いや、じゃあ旦那の職業知らなすぎません旦那の相方のことに知らなすぎません。まあでも日本人のコミュニティ狭いから、なんか誰々の友達で連れてきてとかであったんじゃないかな。え、ミノとかですかね、最初。あ、でもミノちゃんもそうかも。合わせたのは。うん。で、ウームのなんかの時に、こっち来た時にリサさんと会ったんですかね。そう、なんか金庫壊すコラボみたいな。あ、そうなの。最初動画なんですか。最初動画。シアトルだったから、あんまそもそもさ、こっちに来てないから、はい、そういう機会もなかったよ。しかも、割と入りたてだと思う、私が。私、2016年の4月ぐらいなの、はい、で、だからあっちの方が先輩だね、ウーム歴は。まあ、僕らあれなんですよ、うん、あ、ネットワークから。ネットワーク、ね、出身なんで。で、そこからウームに所属したのは、うん、マジ同じ日です。すごい、めっちゃ運命じゃん。カリブラは同期。めっちゃ同期だね。唯一の同期です、僕。カリブラだけはタメ口で、僕シンプル同期だからタメ口で、年上なのに。あと脇を意外だよね。脇を。脇を意外だよね。ファッションイオンデマンドの時の脇をがウームネットワークに来てる。懐かしい。ファッションイオンデマンド懐かしすぎるだろう。長いね、意外とね。脇は長いですね、うん、でもアバも意外に長いよ。アバはやばいっすよ。だってもう10年作るし。私9年目ぐらいだから。アバすごっ。アバすごいよね。アバすごいですよね、うん、ずっとスターじゃないですか、アバ。そうなの、そうなのよ。僕、最初に打って空に会った時に、うん、サーチーさん、おはようございます。よー、言ってるから。ガキンチョの空にサーチーさん、おはようございます
や、マジっすよ。あ、先輩になんなきゃっていう日はあったんですけど、それまではもう、そうなんだ、全然アバンティーズ3でした。おもろい。芸歴倍ぐらいですかね。え、今何年目？今僕ら7なんで、7年目で10年目じゃないですか。でもその頃は1年目と4年目とか、ベーベーだもん、やばい差なんですよ。そっかそっかそっか、確かに。はじめさんともめっちゃコラボしてる人っていうイメージ。そっかそっかそっか。もう入れない、そのコミュニティに入れない。うん、ちょっとね、後から来るとちょっとどのようにっていうの。そうですよね。ビューティーはでもそんなでもなかったけど、ユーザーさんが一番怖かったですね。嘘じゃん、めっちゃ優しいじゃん。いやいや、一番怖かった一番怖いから一番分かってくれそうと思って、なんか話合いそう、なんか回りくどいのじゃないんだろう。うんうんうん。回りくどい系っていうの YouTuber で。いや、そんな人は僕は許さないですよ女の子の方がそこまで距離近すぎない気がする。あ、そうですね。逆にピンが多いから。飲みます。そうだね。え、おしずらせみたいなのあるんですかね。すごい、めちゃめちゃ立って紫式部館のある場所はありますね。なんとか式部とは書いてある。式部層足。おぉ、やっぱちょっと紫式部系ですね。式部まであった。あの黄色のお花が式部層なのかな。え、合ってますか。黄色いお花は緑だそうです。みささん、緑だそうです。これ大将が書いたんですか。あ、そうですね。最初めっちゃいい人。すごい。それでちょっといただきます。はい。いただきまーす。トミビデオ。どんなの飲みますそしたら。そうだね。すごい。何ですかそれは。何です。すごいいいやつですか。まあ悪くないはずですね。なんかすごい。すごくないですか。なんか紋章みたいなの入ってる。なんか急にこれすごいですよね。王家の紋章みたいなやつ入ってる。家紋入ってますね。王しか飲めないやつじゃない王しか飲めないものを日本に入れる必要あります。え、だってもう箱がすごいもん。すごい。どうやるんですかね。え、出てこない。出てこないです。王じゃないからですかね。王しか引き抜けないんじゃないだから勇者しか抜けない剣みたいな感じ。そう、エクスカリバー的な感じなんじゃないの。そういうものなんですよ、これ。もしかしたら。あ、すごい。王ってことだね。王ってことだね。すごい。なんてやつ。ボリンジャー。ボリンジャー。あんまり詳しくない。何も読めないです。フランス語。え、ちょっと僕でも教えてもらったんですよ、ソムリエさんに。ソムリエさんちょっと教えてもらったんですよ。ソムリエさんの一言をいただこうじゃん。そうですね、うん、どっちだ。シャンパンですね。おー、いや、それは分かってるんですもんね。一番大事なとこ分かってる。むずいっす、説明。有名だよね、そのシャンパン。有名ですね。私聞いたことある気がする。でもそんなに詳しくないんだが、聞いたことある気がする。まあでも、勧めてくれたってことは美味しいんでしょうね。多分あっちの方のいい畑の。そうですね。いい時のやつって感じ。そうですね、うん、いい時のやつですよ。いい時のブドウのやつって感じでしょ、うん、ほんとこういう人たちに飲まれるシャンパンの身にもなってる。最低だよね。え、これフランスのワインなんですか。シャンパン、シャンパンです。フランスの有名ですかこれ。まあまあ、ボランジェ。全然読み方違った。ボランジェでした。レイさん、ボランジェでした。全然違いました。有名なんですか、シャンパン。有名です、有名です。あれ、ボランジェ。ボランジェさんですか。ボランジェさん。違うんです、これを作ってる人呼んでないです。さすがにこれを作ってる畑の人呼んでないですよ。わー、ちょっと最高っすね。ほんと、家でさ、でもできるって一番さ、究極の幸せじゃない。そうですね。寝れんじゃん、すぐ。寝れますね。うん。おー、いい日です。なんかいいことが起こりそうな音がする。いいことが起こる音がしてます、うん。このくらいで多分。乾杯。乾杯。おめでとうございます、結婚。わーい、嬉しい。うん、美味しい。飲みやす。飲みやすいですね。ボランジュ。ジュ。ジェ。ボランジェ。ジェでした。ボランジェ。ボランジェだわー。いやいやいや、無です。ボリンジャーって言ったやつ誰だよ。ボレンジャーみたいな感じで。僕、めちゃくちゃダイエットだと思うんで、うん、死ぬほどお酒弱いんですよ、今。
嘘。やばい。肝臓がリセットされててもうフルベッドできるみたいな感じないんだ。違います。ああ、そういう感じではないんだ。今だから僕やばいです。雑魚です。雑魚。はい。本当に今だからちょっと酔ってます。ちょっとやばいですよ。そうなんだ。実はだから痩せてたら酒弱いんじゃないかって思ってます、最近。いやでも練習したらすぐ強くなるよ。そうそうそう。姉さん、世間的にあんま練習って言わないです。私、毎年夏が近づいてくると練習してる。練習してるんですね。朝方とかに飲む練習です。あは、ウォーミングアップしてるんですね。だから変な時間起きちゃって、うん、4時半ぐらい起きてやることねえなと思って、うん、ちょっと練習しようかな。朝練習を、いやいや、朝練とかいいかな。朝練。コロナ明けたら本当はそういうのやりたいですよね。やりたいね。だから本当に弱くなっちゃうんですよ。 ね、 ね。これなんだろう、なんか飛びっこみたいな。あ、これですか。うん、もう何かの卵ですか。親はトビオですか。あ、よかった、うん、危ない。トビ、そうですよね、トビオ。トビの子供。いや、トビンコじゃないですよ、ね、僕、鬼畜すぎでしょ。自分ので卵産んでここで出してたら。めっちゃいるしね。めっちゃいるし。めっちゃいるしね。あと僕、オスです。めちゃくちゃ。和食最近好きで。あ、そうなんですか。和食ばっか食べてる。ウーバーイーツとか頼むんですか。ウーバーは飽きちゃって、もうしてないの。ね、作るんですか。作るっちゃ作る。焼く。あ、焼ける。焼ける。いや、なんか最近すごいジビエにハマってて、ん、家の冷凍庫にダチョウと鹿と、はい、あと馬と、はいはいはい、なんかそういう系の人たちいる。人たち。ジビエってですね、山の結構、うん、なんかイノシシとか、はいはいはい、熊とか。え、ジビエ、うん、好きなの。好きなの。僕も好きですね。高タンパク低脂質だから、うん、なんかダイエットとかにはぴったりやん。あとなんか肉食ってる感じするっすよね、ああいうのの肉って、うん、赤身だよね、うん、野生の肉だなって感じしません、うん、なんかもう前世の記憶を取り戻せそうだよ。いや、まあ、そう、それ近いですね。野生の記憶みたいな。野生の記憶が。それこそヤギとか、そういう系ってなんか、ちょっと肉の中でも肉じゃないですか。うん。僕、ダイエットの時、なんか、ラム肉食べてる時が一番幸せでした。美味しいよね。ラム肉大好き。肉食ってる感が牛肉よりも強くて。うんうん。なんか、年々ね、無理になるんだよね。牛すか。うん。なんか、ヒレとかが良くなる。ああ。から、ダチョウとか食べて。ああ、でもダチョウとかだいぶヘルシーですよね。ダチョウ多分肉類の中で一番ぐらいにカロリー低い気がする。へえ、うん、ぜひぜひ食べてみてください。え、僕ダチョウとか、あれオーストラリアとかよく食べますよね。ダチョウ、うんうん、オーストラリアとか行った時にダチョウとクロコダイルとみたいな、うん、ワニってなんか群馬サファリパーク行った時に、はい、売ってたワニの唐揚げ。ちょっと待ってください。群馬サファリパークで、うんうん、そのままワニの唐揚げ出してるんですか。とダチョウの唐揚げってすごいなって思っちゃった。いや、ルートが直結すぎません。そこから来てんの。そこからだとした場合ルート直結すぎません。大将、キャベツ美味しいです。ありがとうございます。春の訪れを感じます。ハルキャベツって書いてあったから言っただけ。分かってる感じ。トミビデオ、何食べてる最近。最近ダイエットしてたんで、うん、めちゃくちゃ低カロリーなものを研究してました。サラダチキン食べてました。うん、糖質ゼロ麺やばくないですか。え、強いよね。最近すごいよ。いや、最近マジすごいよ。よくやってくれてる。いや、ダイエットに対して食文化が追いついてきてくれてます。うん、日本だけだと思うよ、こんな美味しくてカロリー低いの。あ、本当ですか。そんな気がするよ。いや、えぐくないですか。ゼロカロリーのゼリーとかあるじゃないですか、うん、ありがとうございますって思う。どういうことなのと思うね。物があるのにゼロなんですね、うん、ああいうのがあったから逆にお腹空かなかったっすね。うん、でも分かる。なんかダイエットって絶対痩せるときお腹減るみたいな概念結構最近なくなってる。甘竹を食べた。サラダチキン、甘竹一番やばい。甘竹さんはもうなんか、いや、ありがとうございます。表彰されてほしい、国にね。ありがとうございますって思いません、国レベル。何ナポリタン味って。ピザとかツナマヨとか。そう、やばいっすよね。意味が分かる。焼きそば味とかって、焼きそばって、いや、絶対に食えないものと思って。キャベツとかちょっとちんまり入ってて、うん、なんかもう涙出た。いや、わかります。しかもなんか肉っぽい、肉肉しいやつだったのが、甘竹ってなんかのチキンクリスプみたいな、うん、わかる。あれ、揚げたらうまそうだよ。あれ、揚げたらうまそうだよ。なんか、揚げたらうまそうだなっていつも思ってる。でもなんか、あれはなんか革命っすよね。うん、すごい。甘竹さんは本当、あ、この場を借りた甘竹さん、ありがとうございます。いや、本当に甘竹さん。栗先は送っていただければ。そう、送っていただけると嬉しい。甘竹さんの弱点は、うん、弱点
あのスーパーにあんまり味が、うん、あー確かに送ってもらうとめっちゃあるんですか。まだね日本国民がね分かってないね。分かってないですよね。いやもっとシェア率上げないとと思って、うん、甘竹ここだと今日本国民大体平均ここだから、甘竹全種スーパーの棚に置けるぐらい広まんないとダイエット成功する人めっちゃあるんですよね。国民の意識をもっとベアしないといけない。あと甘竹作った人が、あれを作った人がもっとダイエット食品いろいろ考えてほしいですよね。なんかドレッシング考えてほしいです僕。意外と糖質高いよね。そうなんです。なんか和風味しかないじゃん、青じそみたいな、うん、あそうですね。もっとなんかフレンチっぽいのとか、うん、ごまドレッシングとか。でごまドレッシングがめちゃくちゃカロリー低くなってきたらちょっと勝機あるんですよね。確かにごまドレッシングってベラボーに高いじゃないですか。うん、糖質というか糖質ね、質も上がるし。そうですね、あれがだからもうちょい甘竹さんだから制作陣がそっち側にこう手掛けてほしい。甘竹何々さん、それとも天野成武さんの天野成武さんがのあだ名で天竹になってるわけじゃないと思いますけどね。天竹は天竹フーズ、天野天竹フーズだよね。ドレッシング開発しましょう。ほんとドレッシング開発してたらどうします。さっきなんか買う天竹はやっぱね、サラダチキン界でやっぱ突き抜けたね。突き抜けてますね、うん、向こう側に行きました。本当にダイエットの研究はしましたね、うん、意外だったのは、うん、朝ご飯食べた方が痩せるんだなっていう。炭水化物ゼロにしちゃうと、うん、まあパフォーマンスが落ちちゃうっていうのもあるんですけど、うん、結局なんかエンジン積んでなくてしか走るのに一緒なんだよ。1日のさ消費カロリーってさトミーどんぐらいなの。基礎代謝っていうか1700ぐらいでした。いいなぁ、ね、これ結構1000ないんだよね。え980ぐらいしかないの。え、1日ですか。だから1食300キロカロリーぐらいにしないとダメ。だからめちゃめちゃね食べるものを選ぶ。あ、でもそうっすね、めっちゃきついっすね、うん、え、女性ってそうなんですか。意外とさ、なんか背高見え顔なんだけどさ、チビじゃん。チビって言ったやつ151センチ。そうっすね、なんかかわいらしい。 YouTuber って動かないじゃん。まあ動かないっすね、確かに。もうゼロ歩で OK じゃん。でするともう本当にね消費カロリーがなくて、はい、食べれないんだよね全然。おー、ダイエットってシンプルじゃないですか、うん、なんか消費カロリーと摂取カロリーの差があればあるほど痩せていくし、そう逆に振ったらインオーバーだと太るだけの話。超シンプルじゃないですか。超シンプル。なんかそこめっちゃ大事ですね、もともとの初期ステータスみたいな、うんうん、だからでもご飯食べてめっちゃ消費上げないと太っちゃう、うん、そうなの。でもなんかこうちゃんとさ食べないと一気に食べても太るから、うんうん、でもなんかご飯屋さんにコース料理食べに行く時とかは24時間とか何も食べないです。あじゃないと食べれない。でも今日もお腹すかしとくって言ってましたもん、ね、ちゃんとお腹すかしといた。でもそういうことですよね。だから そうしたら太んないってことですよね、うん、なんか調整してる前後2日ぐらいでちゃんと元に戻るような計算でやってる。でも100日で24キロぐらい吸ったんですよ。え、すごくない？100日後になんとかのワニみたいな感じ。いや、そうですね亡くなるトミーですもうなんか食絞ってる時ってご飯美味しくないとテンション下がるそうですね。確かに。もう嫌だな。でもなんかそういう時に限って冷凍食品とかいろいろ買っちゃうの。あこれも食べない、あれも食べたい、ダイエット終わったら食べようとかって意味わかんないもんいっぱい買いすぎて冷凍庫いっぱいみたいな。でも言ってましたよね、前なんか本出す時頭おかしくなってめっちゃ買ってたみたいな。そう、あの時でも5、6キロ痩せたんじゃない。いや、あの時 YouTuber で本出してた人そんないないですよね。そんなにね、ゆうかさんと同じタイミングで出したんだね。そうですね、何年前ですか、うん、5年前ですか。5年ぐらい前。そうですよね、うん、黒歴史。黒歴史なんですか。いまだにソラにめちゃめちゃいじられる。あの本ですか、うん、なんかアーミーの格好してたんだけど。え、それは出していいですか今。全然出してもいいんだけどいいんですか。あれはなんか出しますよあー死にたいってソラになんかアーミーって言われる。アーミーって言われるんですか、うん、でもあの時にそれなんか打ち上げみたいな時になんかもう頭おかしくなって着いたらめっちゃ注文してたみたいな。ある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 。やっぱなんかその反動が来るよね、なんか大幅にダイエットするとか。あでも反動業者、僕1日で4キロリバウンドしました。え、すごくない。摂取…何食べたら4キロって増える。中華で4キロ増えました。あ、中華はね、だって油の巣窟だもん。そうっすね、うん、ほぼ油、半分油っすね。だから中華ってうまいんだよね。そうっすね、わかる揚げてくれ、揚げてくれって思う。揚げて揚げてですよね。わかる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 。すごい安いところで、うん、もう片っ端から頼んだんですよね。ちゃんとごま団子もいっちゃった。ごま団子も、ね、あやってんね最後ごま団子やってんね、杏仁豆腐とごま団子まで行って帰ったら4キロ食べました。え
あんなに4キロ落とすの大変だったのに4キロ増えるの簡単でしたね。中華はやっぱね、力あるよね。力ありますね。ある、なんかすごい油使うなんかもう、揚げるのっていうのを炒める量トミビデオ、結婚する前に前回トミビデオ撮ったじゃないですか。そうだっけ。あ、そうだ、まあ、そうだそうだ、なんか出すよぐらいの感じか、知ってたんですけど、まあ、知ってたんですけど、まあ、結婚の発表がどうなんだろうみたいなとこだったじゃないですか、うん、で、まあまあ落ち着いたじゃないですか。そうだね、もう何、結婚してどのぐらい経ったのわかんないけど、なんか結構経った。結構経ちますよね。結婚したの10月とかなんで、はいはいはい、で、発表なの12月ぐらい、はい、です。以上です。そうですよね。で、なんか動画を1本目出すんだけど、うん、どうだろうみたいな、うん、センスなくないみたいなでしょ。この動画センスなくないってなって、ちょっといろんな YouTuber に動画が歌ってたの、ここで言うけど、そうです、なんかこれいけてなくない、エンタメとしてセンスなくないどうみたいなことをやっぱいろんな人に聞いたの。はい、僕もだから、そう、見させて、やっぱセンスないからやめたんだよね。で、まあ、センスないとは言ってるんですけどね、でも結局いい方向いったんですよね。そう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 。で、今チャンネルそうなんです。何が変わりました、結婚する前と発表して。もう変わってない。でも一緒に住んでないって超でかいかも。何も変わってないですか。うん、イエーイ。いやでもなんか、あ、そういえば結婚してたとかなる。夢で合コンとかしてて、なんか OK、そう、何してる、合コンとかしてて、なんかね、夢で合コン、夢では自由じゃん、法律ないんだから。まあまあそうですね。夢でなんか、多分韓国ドラマ、多分その時見てて、すごいイケメンの韓国の若手アイドルと、はい、なんか、3ぐらい合コンしてた。しないでください、そんなこと。なんで、なんか起きて、あ、知ってますよ。って時に違いを感じるぐらい。ああ、うん、そうか、結婚してるっていう事実ですよね。でも言ったら新婚じゃないですか、今。新婚ってさ、新成人みたいな感じでさ、はい、いつまでが新婚なの。新婚も、や、新婚乳児みたいな感じ。1年ぐらい。いやいや、新婚感があるぐらいまでですから。じゃないです、ゼロ日から。本当ですか。ないです、いやもう新婚でもうちょっとラブラブだなみたいな、ね、そのエピソードいろんな力の人探っても一つもないから、一つもないから聞いてんすよ。もうね、そういうことないですか、本当に。本当にいやもう新婚でもうちょっと今ラブラブです、イエーイみたいな。イエーイ、本当にないよ。いや姉さん聞かせてもイエーイのエピソードないですか。だって週に1回か2回ぐらいしか会わないんだよ、あったって。まあそうですね。でその時この前さ、なんか酔っ払うとなんか家に来るみたいなシステムあるの。まあまあ、ゲリラ的に、はい、でもあっちはうちの家の鍵持ってないわけ、まあ、なんかピンポンなんの4時とかに朝の、めっちゃうざいでしょ。いやまあでも旦那ですもんね、うん、でもしょうがないからまあ一応解除してさ、はい、通してやるわけ、はい、でなんかうざがらみしたから結構間仕切りで目にしたらシュンとして帰る。帰ったんですか。いや止めてあげてくださいよ、なんで間仕切りするんですか。鍵渡してないですか。持ってないよ。私は持ってるんだけど、あっちの家の、はいはいはい、あっちはうちの家の持ってない。それ渡さないんですか。うん、なんか、必要ですよね、確かに、うん、そう、まあ、そんな、まあ、なんで必要なのかが、こう明確化される、明確化されると、可能性ある。でも最近のって、なんかこう、テンプルキーっていうの、なんかピッてしてさ、そういう鍵ってさ、なんかあんま作れなくない結構。あー、あれ多分複製結構できないですよね。そう、だから、なんかないよあないよって感じになっちゃう。でもあるっすよね。マネージャーが持ってる。あそう、だからやっぱ日本なんですね。そう、だからちょっと無理かな。ないんですか、ラブラブエピソード本当にないの。どうしよう、なんか作った方がいい。それいやいや、作った方がいいじゃないですか。戦略的に作った方がいい。いやでも、いや、リサさんのそういうの聞かないんで、うん、ほんとどこでもないでしょ。今さらないよ、だって復縁したんだもん。復縁した系のカップルそういうのないから。それどこまで言ってます。言ってるよ、全面的に。全面的に言ってます。うん、すごい言ってる。いや、まあ復縁復縁もしてないけどね、別にゼロ日。そうですよね、復縁っていうかまあ周りから固められて、なんか結構旦那が最後にされた。いや、そんなことないですラブラブですもんね、でもいやでもやっぱ男が攻めれば復縁は勝てますよ。そうですね、だってリサさんと結婚できてる。もうだから折れたって感じ。いやでもそれは、じゃあ周りをね、埋めんの外部にも。いやでも思い出して、そうじゃん。いやでもそれはまあでも恋愛の攻め方ですよね。そう、それででもリサさんゲットできるんだったらもう誰でも埋めますよ。そうなんですよ、ね、いやでも埋めれる能力がでもジョージにしかなかったんですよ。だからよくこれだわって思うよ。いやでもすごいですよ、ジョージだから。あんたすごいよって思うもん今でも最近の口癖がなんかすごいうざいんだけど、俺の QOL 上がったってすごい上がったんですよ。めっちゃうざくない
はぁー、貼ったんですよ、リサさんいるんで。いやなんか、俺最近マジ結構 QOL 上がったんだよねみたいなこと言われるたんびに本当にムカつくなと思って働けよ働いてますよ、もっと働けよ。いや、働いてます、上司めっちゃ働いてます。じゃあ変わってないですか？変わってないよね。でもその結婚するってなった日から好きってわけじゃないですか。うん、僕がもう好きだってことですよね、姉さん。それは言いましょうよ、もうそれは。むずいなぁ。どっから好きなんですか？だってもう急にそのゼロ日で言われた瞬間が、はい好きですっていうことじゃないですかね。まあ、まあもう好きかもってことですよね。もうでもまあ、再度仲良くなってから入籍する日までがさ、1年以上あったわけですよ、うんうん、だからもうなんか、好きですというよりはもうなんか家族って感じですね。まあもうこいつだなっていうことですよね、うん、なんかやっぱ、今でも世話の焼ける弟だなっていう感じとかがやっぱすん、うんうん、はい、なんだろうねこれ。いやそういう形、うちは。あ、そうなんですね、うん、やっぱリーダー私で、子分って感じ。それはもう、もうそれはもうそうなんですけど。そうなの、変わんないんだよね、そこに関しては。いや、そうっすね、ラブラブエピソードちょっと聞きたかったな。ないのね、なんかそういうのちょっと作れるように頑張りたい。いや、全然全然、でももう今でも聞いてて、でもこれがでもそうなんだなって思いました。いや、令和だねって言われるような、これがでも、のろけです。なのかもしれない。でもやっぱ一緒に住んでないことについて、はい、結婚する意味あるのとか言われるときあるじゃん。あ、あるんですか？あ、視聴者からの意見。やっぱ軍法兵衛さんはなんかうちらはやっぱ一緒に住んでなくてみたいなスタイルって、はいはい、やっぱ世の中的に言うとやっぱ少数派だとは思うんだね。でもクリエイターとかだとなんか分かりますけどね、気持ち全然。でもさ、でここで言わせて、ミビデオで言わせてほしいんだけど、はい、人と一緒に過ごせないのってどっちかっていうと常時じゃん。あ、そうですね。いやもう本当にみんな、リスナーのみんな、そこだけも今日間違えないって書いてほしいんだけど私の方が人と合わせるの得意なの。でもなんか、軍法兵衛に言ってませんでしたそれ。言った、でも軍法兵衛じゃ伝わってないから、ここでも言わせて。いやでも、そうっすよね、ジョージの方が人と一緒に過ごすの無理や、一人の時間が必要って言ってましたね、その時。なんか、人生で今まで一緒に住める人はジローだけだった。あ、アヤナントのやつで言ってましたね、それ。うん、そう、アヤナントリスのやつで。だから、うちらは無理無理みたいな感じだから。あ、そうなんですか、ね、私だってマネージャー集合でうちにいるの。うん、泊まってんすか。うん、だからマネージャーと花正とラボットの茶太郎くんと私で住んでる、はい、あ、そうなんですね。そう、私は人と住めんの。あ、そうなんす、ね、逆に言うと人と住めないのはジョージなので、そこと間違いないと思う。なんか聞いてて、なんかリサさんがなんかそのサバサバ系だからどうちゃうって思わないですけどね、こう聞いてると。逆に聞かないとね。でも逆になんかめっちゃラブラブだなと思いましたけどね、逆に聞いてて。言えなくないですか、あんまり。え、なんか普通にフラットに言えるのめっちゃ信頼しない。何も考えてなかった。信頼しないとあれだな。うん、まあ仲良ければいいんじゃんっていうポップな前提。確かに。